チャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一番です、えー、本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは小堺富木作「暗夜の格闘」です えー、小堺不木はですね1890年生まれ1929年没の日本の作家医学者ですね、えー、この「ア夜の格闘」はですね小堺不木の人気シリーズ「少年科学探偵」シリーズの一つなんですね、えー、少年科学探偵塚原敏夫君が登場して自らの科学知識を生かして、えー、事件を解決していくというシリーズなんですけれども この「暗夜の格闘」ではおく君の科学知識がかなり発揮されておりますのでそちらもどうぞお楽しみください。それでは改めまして本日朗読していくのは小堺不作アンヤの格闘ですそれでは本編をどうぞ 父母、安弥の格闘、白金会の紛失、虹色ダイヤ事件の犯人は、意外にも塚原俊夫君のおじさんでしたから、圧巻の捕獲を希望しておられた読者諸君は、あるいは失望されたかもしれませんが、これから私のお話しするのは、千年来、 東京市内の各所を荒らし回った貴金属盗賊団をおく君の探偵力によって見事に一網打尽にした事件です10月ののある真夜中のことです。正確に言えば午前2時ごろですからむしろ早い朝と言った方がよいかもしれませんひと寝入りした私は激しく事務室兼実験室のドアを叩く音に目を覚ましたしおさん としおさん。と女の声でしきりに俊夫君を呼んでいます。私が？俊夫君。と言って、隣のベッドに寝ている俊夫君を起こすと。知っているよ。あれは木村のおばさんの声だ。と言って、俊夫君は大急ぎで洋服を着て扉を開けに浮きました。木村のおばさんというのは親戚ではありませんが。 としおくんの家から1丁ばかり。下手だったところに小さい貴金属品製造工場を持っている木村英吉という人の奥さんでとしおくんがよく遊びに行きますから、極めて親しい間柄なのです。としおさん大変です。今、宇宙へ泥棒が入って大切な白金の塊を取って行きました。早く来てください。とおばさんは顔色を変えて申しました。どこで盗まれたのですか？ 工場です。まあ心を落ち着けて話してくださいその間に支度しますからと言って敏夫君は例の探偵カバンの中のものを調べにかかりましたおばさんが息を弾ませながら話しましたところによると昨日津村伯爵家から使いが来て伯爵家に代々伝わる白金の塊を明後日の朝までに腕輪にして彫刻を施してくれと頼んでいったそうです この白金の塊はこれまでたびたび盗賊たちに狙われたものであるから十分注意してくれとのことでおばさんのご主人の木村さんは助手の竹内という人と2人で12時まで仕事をしそれから竹内さんだけが徹夜するつもりで仕上げを急いでおりましたところが木村さんが寝床へ入ってうとうとしたかと思うと何か工場の方から異様な物音がしてきたので 早速飛び起きて、工場の扉を開けると中は真っ暗であったが、妙な鼻をつくような。甘酸いような臭いがしたのでは？と思って伝統をつけると。驚いたことに助手の竹内さんは細工台のもとに気絶して倒れ。白金の塊が見えなくなっていたそうです。すぐ警察へ電話をかけようと思ったのです。けれど、夜分のことではあるし。 それとしおさんのほうが警察の人よりも早く犯人を見つけてくれるだろうと思ったのでお願いに来たんですよ。とおばさんはとしおくんの顔をのぞき込むようにして申したおばさん心配しなくてもいいよ発金の塊はきっと僕が取り返してあげるから10分の後私たちは木村さんのお宅に着きました助手の竹内さんはその時もう意識を回復して 平気で口が聞けるようになっておりました。竹内さんの話によりますと木村さんが工場を去られてから40分ほど過ぎた頃突然外から誰かがガラスを割ったので驚いて顔を上げると割れ口から嫌な匂いのする冷たい風がヒューっと吹いてきてそのまま覚えがなくなってしまい木村さんに介抱されて正気づき初めて っっの塊ののたたなくなったこととを知ったというのです。敏夫君はこの竹内という人を虫がすかぬと見えてこれまでよく私に嫌なやつだと申しておりましたが今竹内さんの話を聞きながらも敏夫君は時々にらむような目つきをして眺めましたから私は敏夫君が竹内さんに嫌疑をかけているのではないかと思いました。 たさ工場は居間の隣にあって今よりも1尺ばかり低くたたき床で三方が壁に取り囲まれた八畳敷くらいの大きさの部屋でして今とはドアで隔てられております。窓ははがにあって2枚のガラス戸がはめらめれ、 その外側には鉄格子が付けられてあります。そして窓から二尺ばかり離れて細工台が置かれ、その上にはいろいろの瓶や細工道具がぎっしり置き並べられ、なお三方の壁には棚がつけてあって、その上にもいろいろの瓶や化学機械がいっぱい置き並べてありました。とし君は探偵カバンの中から拡大鏡を出して、まず床の上を調べました。けれど、 別に手がかりになるような足跡などは一つもなかったと見えまして、やがて窓の中側に落ちているガラス片を熱心に調べ、ガラスの割れ穴の大きさを測りました。それからガラス戸を開けて格子を見ました。果たしてそのうちの二本がヤスリで切られ、左右へ折り曲げてありました。それから利尾君は敷居を調べ、さらに懐中電灯を取り出して郊外を照らしました。 地面には芝生がいっぱい被さっていまして、ガラスの破片はその上にも落ちていました。年尾君は何思ったかしばらくの間その破片をじっと見つめておりました。なかなか気の利いた泥棒だ」と年尾君はあざけるように申しました。年尾君がそういう言い方をするときは必ず反対の意味を持っております。すなわち。 気の利いた泥棒というのは窓抜けた泥棒という意味にとって差し支えありませんそれから敏夫君は細工台についている引き出しの中のものをいちいち丁寧に調べました次に棚の上のものも同様の熱心を持って調べ箱らしいものは皆蓋を取って中を調べましたまるで白金が工場のどこかに隠されてでもあるかのようにいわば ちまなごになって探しました。最後に西側の下の棚の上に盆に載せたドビンと茶碗とがあるのを見て、年尾君は木村さんに尋ねました。このお茶は誰が飲むのですか？私ですよ」とこの時工場へ入ってきた竹内さんが申しました。その口の聞き方がいかにも年尾君をバカにしているような口調でして 私もいささか腹が立ちました。としおくんは土瓶の蓋を取ってみました。竹内さんが飲むお茶だけになかなかうまそうな色をしている。ととしおくんも負けてはいません。ずいぶん皮肉な言い方をした。工場の中の検査を終わった俊夫君は今へ来てから木村さんに申しました。工場の検査はこれで済みましたよ。 手がかりはありましたか？と、木村さんは俊夫君の顔を覗き込んで尋ねました。まだ大事な検査が残っているから、それが済まなければ何とも言えません。それは何ですか？木村さんと竹内さんの身体検査です。え、私らが取ったと思うんですか？何とも思わぬけれど、検査には念に念を入れておかなければなりませんよ。 だって、私が盗むわけもないし、竹内だって。もう半年もいて、正直なことは保証付きの人間ですから、それはやられるまでもないでしょう。俊夫君はムッとして言いました。身体検査が嫌なら、僕はこの事件から手を引きます。警察の人にやってもらってください。木村さんも竹内さんも仕方なしに俊夫君に身体検査を受けました。 ことに竹内さんは嫌な顔をしました。すると敏夫君は意地悪くも馬鹿丁寧に。竹内さんの洋服のポケットをいちいち調べました。しかし白金の塊は。木村さんからも竹内さんからも出てきはしませんでした。これで体の外側の検査が済んだから。今度は中側です。え?。と言って。 木村さんはびっくりしました。中川の検査というのはどういうことです。白金の塊は細かにすれば飲むことができますよ。だから、体の中へ隠すことができるのです。木村さんは呆れたような顔をしましたが。すると腹を断ち割って調べるのですか？と冗談半分に言いました。木村のおじさん。 ととしおくんは真面目な顔をして言いました。冗談はやめてもらいましょう。僕が体の中を見たいと思うのは見なければならぬ理由があるからです。これからスルガ内のお岡島先生のところへ行って二人の体を X 光線で見てもらいますから、すぐ自動車を用意してください。年尾くんの言葉がいかにもハキハキしていたので、木村さんは何も言わずに。 おばさんを近所の自動車屋へ走らせました私は敏夫君の命令で岡島先生へ電話をかけましたまだ夜が明けぬ前でしたが先生はいつ来ても良いと心よく返事をしてくださいました岡島先生は医学博士で敏夫君が先生について医学を収めたときに我が子のように可愛がって教えてくださった人で敏夫君のことならどんな難題でも聞いてくださるのです だからよ夫君は先生のご都合を聞かぬ先に自動車を用意させたのですやがて自動車が来ましたので私たち4人は人通りの少ない黎明の町を駿河台さして走りました4人はとかく黙りがちでしたが中でも竹内さんは苦虫ムシを潰したような顔をしていました私は自動車に揺られながらいろいろ考えました 君が申しましたように X 光線にまでかけて検査するにはそれだけの理由がなくてはなりませんすると木村さんか竹内さんかどちらか一人が白金を飲んでいるかもしれません私は早く岡島先生の検査の模様が見たいものと自動車の走るのさえもどかしく感じました 不思議なお茶。読者諸君、諸君は X 光線で体の内部を検査するところをご覧になったことがありますか。それを行うには、検査台の上に人を立たせ、後ろからレントゲン線で照らし、前にシアン化鉛金バリウムの板を当ててみるのです。シアン化鉛金バリウムはレントゲン線に当たると傾向を発します。 レンントゲン線は衣服や筋肉は通過しやすいですが金属や骨は通過しにくいですからこれらは影となって盤の上に現れるのですですからもし木村さんか竹内さんが白金を飲み込んでいたら必ずその影が見えるはずですところが岡島先生が熱心に検査せられましても白金らしい影は 2人の体に見えませんでした。としおくん、お二人とも飲んではおられないよ。と先生は真面目な顔で申されました。どうもありがとうございました。それで安心です。ととし、お君はさも安心したようににこにこして答えました。私はすっかり良きが外れたので、いささか失望を感じざるを得ませんでした。 それから敏夫君は木村のおじさん竹内さん、ん、たと、見ごしらえをしている2人に向かって言いました木村さんは笑い顔をしていましたが竹内さんはそれ見たことかと言わんばかりにむっとした顔をしていましたさあ、これで僕の捜査の方針が決まったから、これから大急ぎで心当たりを調べに出かけます。 自動車は借りて行きますから、お二人は電車でお帰りください。こう言ったかと思うと、としおくんは岡島先生に挨拶して、私を引きずるように手を取って表へ連れ出しました。兄さん、大急ぎだ。途中でパンを買って、それから木村さんの家へ行くから、運転手に全速力で走るように告げておくれ。木村さんの家へ行くくらいなら、二人を一緒に連れてくればよいのに、 これもやっぱり敏夫君の竹内さんに対する反感のためだと私は思いました淡路町の今起きたばかりの店でパンを買ってから自動車で人通りの少ない朝の街を快速力で走りました敏夫君は先方へばかり気が付いていると見えて前かがみになってろくに口もききませんでしたたはとうとううまりかねて、 おいとしおくん。と呼びますと、初めて我に返ったように、私の方を向いてにこりと笑い自動車のもたれに寄りかかりました。パンなど買ってどうするの？と私は尋ねました。木村のおばさんのところで朝飯を食うんだ。え、朝飯を。そうよ。おばさんの家には美味しいお茶があるよ。 竹内さんさえ喜んで飲んでいるじゃないか私は先刻木村さんの細工場に竹内さんの飲むお茶の土瓶のあったことを思い出しました僕も一緒にご馳走になろうかいや兄さんは先方へ着き次第警視庁へお使いに行ってもらうえ警視庁では犯人の見当がついたのかいまだ何とも分からんさ けれどもことによると大きな取り物があるかもしれんと敏夫君は目を輝かして申しましたしばらくしてから私はまた尋ねました君は先刻 X 高専に影に行くにはそれだけの理由があると言ったがあれは本気だったかいもちろんさどんな理由それは今言えない だって二人ともハッキンを飲んではいなかったじゃないか。そんなことをはじめからわかっていたよ。え？私はびっくりしました。二人がハッキンを飲んでいないことがわかっていたら、何のためにわざわざ岡島先生を煩わしたのであろうか。私はどう考えてみても理解することができませんでした。 ほどなく自動車は木村さんのところへ戻ってきました。物音を聞きつけたおばさんは外へ走り出してきました。としおさん、どうでしたとおばさんは尋ねました。二人とも白金は飲んでおりません。僕は途中に用があったので先へ来ましたが、後から二人は見えます。私たちは自動車を待たせて家の中へ入りました。おばさん、 竹内さんの下宿はどこでしょうか。芝区新堀町10の加藤という八百屋の2階ですちょっと封筒を1枚恵んでくださいおばさんが封筒を持ってきてくれると俊雄君は鉛筆で手帳へ何やら走り書きをしましたがそれからそのページを破って封筒の中へ入れました兄さんこれを警視庁の小田さんのところへ持って行ってください ゆうべは確か宿直の晩だったからそれから僕はことによると10時ごろまでは帰らぬかもしれるがうちで待っていてくれ私が立ち上がった時敏夫君はおばさんに向かって言いましたおばさん僕おなかがすいたから買ってきたパンを工場で食べさせてもらいますよ冷たいお茶はありませんかあります先刻沸かしたのがもう冷めておりますよ 警視庁には、果たして織田刑事がおられました。織田さんと利尾くんとは大の仲良しで、利尾君は織田さんのことを P のおじさんと呼びます。P は英語のポリスの最初の文字だそうです。P のおじさんというあだ名は織田さんは嫌いだそうですが、これまでたびたび利尾くんに手伝ってもらって手柄をされたので、利尾君の言うことは決して起こりません。 小田さん、すなわち P のおじさんは年尾くんの手紙と聞いて早速開いて見られましたが、その顔は急に輝きました。よろしい、万次こちらで取り計らうと年尾くんに話してくれたまえ」と言われました。私一人年尾くんの事務室兼実験室の中に寂しく待っていると、9時少し過ぎに木村さんが訪ねてきました。 木村さんは大切な白金の紛失のために気を弱らせたと見えて、いつもとは違ってすこぶる元気のない顔をしていました。大野さん。白金が明日の朝までに帰って、このと私はどうしたらよいでしょうか？と。木村さんは私に向かっていかにも心配そうな顔をして申しました。まあ、ご心配なさいますな。なとしおくんは？ きっと取り返ししてくれれるでしょう。けれど敏夫さんは私や竹内ばかりにかまっていてあんな X 光線のような無駄骨折りをさせたのですからあの間に犯人はもう遠いところへ高飛びしてしまったに違いないです私はどう言って木村さんを慰めてよいか迷ってしまって黙ったままじっと考え込みました。するとそこへ、 くんが額に汗をにじませて帰ってきました木村のおじさんよく来てくれました宣告は失礼しました竹内さんはどうしましたか竹内は一緒に帰ったから間もなく疲れたから下宿でしばらく眠ってくると言って帰りました竹内さんは怒っていたでしょうだってしおさんはあんな大げさなことをするのですもの 私は生まれて初めて X 高専にかけられましたよあんなものをたびたびかけてもらうのはよくありませんと敏夫君は皮肉を言いましたで敏夫さんはもう犯人の見当はついたのですかつきましたよえと私たち二人は顔を見合わせて同時に叫びました犯人は ドルです。と木村さんは行きまきました。まあそう。気をもまんでもよろしい。それをお話しする前におじさんにふるまいたいお茶がある。お茶ですって、お茶どころではないです。早く犯人の名を聞かせてください。としおくんはそれに返事もせずに、薬品棚から1つの瓶を取り、それを傾けて中の液をビーカーの中へ注ぎました。 それから細い白金線を小さく切って木村さんの目の前に持ってきました。木村のおじさん、このお茶はちょっと変わったもので不思議な芸当をやります。いいですか。この中へこれを入れますよ。こう言って利尾くんが白金線の小辺を液体の中へ入れると、白金はかすかな音を立てて、 見る間に溶けてしまいました大水ですかと木村さんは驚いて申しましたそうですけれど竹内さんの飲むお茶はこれですえ何ではあの竹内の土瓶の中は大水でしたかあの中へ白金が溶かされていたんですかそりゃ大変 こう叫んだかと思うと木村さんは後をも見ずにあたふた駆け出していきました兄さん僕らも木村さんの家へ行こう私たちが木村さんの家の前まで行くと木村さんは中から駆け出してきました俊雄さん竹内はドビンを持って帰ったそうです早く何とかしてくださいおじさん慌てなくてもよい 兄さん、自動車を呼んできてくださいと敏夫君は落ち着いて申しました科学実験室。私たち三人は私の呼んできた自動車に乗って芝区新堀町の竹内さん「私はこれから竹内と呼びます」の下宿へ急ぎました 小春日和の暖かさに沿道の木々の色も美しく輝いていましたが木村さんは先へ心がせくと見えてあまり口をききませんでした自動車が目的の場所へ着くと木村さんは逃げ出すように降りて竹内の下宿している八百屋へと飛び込んでいきました私も続いて降りようとすると俊雄君は私の腕を固くつかんで言いました兄さん 降りるまでももなないいいよ竹内はもういない今に木村のおじさんが顔色を変えて戻ってくるから待っていなさいしばらくすると木村さんは果たして真っ青な顔をして出てきました敏夫さんどうしよう八百屋の女将さんに聞くと竹内は今朝急に引っ越しをすると言って行き先も言わずに荷物を持って出て行ったそうですおじさん まあ、心配しいなくてよい竹内の行った先はちゃんと分かっているから発金は大丈夫取り返せますさあこれからこの自動車で警視庁へ行きましょう警視庁と木村さんは目を丸くして言いましたそうですことによると竹内はもう捕まっているかもしれん木村さんの顔に初めて安心の色が浮かびました 自動車が芝公園にさしかかったとき木村さんは敏夫君に向かって尋ねました敏夫さんどうして白金が土瓶の中の黄水に溶かしてあることを見つけたのですかああそのことですかそれじゃあこれから僕が探偵した順序を話しましょうまず工場の床の上には外から入ったらしい人間の足跡が一つもありませんでしたそれから あののガラスのかけです。外から破ったのなら中の方にたくさん破片がなくてはならぬのによく調べてみると外の芝生の上に落ちていた破片の方が中に落ちていた破片よりたくさんあったのですだからあのガラスは中から破ったものだと知ったのです中から破ったものだとすれば破ったものは竹内よりほかにありませんすると、 はっきんは竹内が盗んだに違いないがさて一体どこに隠しただろうかと僕は一生懸命に引き出しを開けたり棚の上の器の中を調べましたところがどこにも見当たらなくてとうとう一番しまいにまさかと思って土瓶のふたを取ったら妙なにおいがプンとしましたはっと思って僕は考えたのです 部屋の中の麻酔剤の匂いはこの土瓶の中の液体の匂いを紛らすためだ。発金はこの土瓶の中に隠されてある。こう思ったけれどあの場合それを言い出したら竹内がどんなことをするかもしれぬ。そこで僕はおじさんに誰の飲むお茶ですかと聞きました。するとおじさんより先に竹内が返事をしました。だから僕は、 いいよいよ竹内が犯人だと思って X 光線をかけに行ってもらったんですえと木村さんは不審そうな顔をして尋ねました発金が土瓶の中にあったなら X 光線をかけるに及ばぬじゃないですかそれはそうだけどおやもう警視庁へ来ましたよそのことは後でゆっくり話しましょうこう言ったかと思うとおく君は自動車のドアを開けて ささっさと出て行きました。警視庁には敏夫君が P のおじさんと呼ぶ織田刑事がおられて私たちをニコニコした顔で迎えてくださいました敏夫君は織田さんと2人きりでしばらくの間何やらボソボソ話をしておりましたがそれが済むとちょうど昼飯時だったので私たちは織田さんと一緒にうどんのごちそうになりました木村さんは相変わらずぼんやりしていましたが敏夫君はとん 快活にはしゃぎました。食事がちょうど終わったと時、織田刑事の部下の波多野さんが角袖で夫婦行って入ってこられましたが、私たちの姿を見てちょっと躊躇されました。すると小田さんは？波多野君この人たちはみんな宇宙だから構わず話してくれ。たまえ。と言われました。仰せに従って新堀町の八百屋を見張っておりますと。 竹内は土瓶を持って帰りましたが30分ほど過ぎると人力車が来まして竹内は氷とその土瓶を持ってその車に乗りました車は品川の方を指してずんずん走り私は車の後からついて走りましたそれから品川を過ぎ大井町を通って大森の三角三角まで行きましたあまり遠かったのでずいぶん弱りましたがついに車は 畑中の一軒家の西洋造りの家の前で泊まり竹内は氷 ول と土瓶等を家の中に呼び入れて車を返しました私はしばらくその家の様子を伺っていましたが家の中には誰もいないように思われました近所に聞いてみると誰もどんな人が住んでいるか知らないけれど夜分になると男が五六人が集まってきては西洋館の開花の隅にある部屋で 科学実験のようなことをするということでしたそこで私はとりあえず品川署へ電話をかけて二人の角袖巡査にその家の見張りをさせひとまず帰ってきたのでございますそれを暗苦労それじゃあやっぱり夜分でないとあげることはできないねまあゆっくり休んでくれたまえと織田さんは言いました畑野さんが出て行くと 織田刑事は俊夫君に言いました。俊夫君今聞いての通り。だから、今夜7時にここに勢ぞろいして8時頃に向こうにつくことにするが。その間、君たちは一旦帰って、また出直してきてくれるか？それとも少し長いけれど、辛抱して待っていてくれるか？俊夫君が木村さんに都合を尋ねると、木村さんは？ 竹内から発金を取り返すまではうちへ帰りたくはないと言いましたので私たち3人は警視庁にとどまって6時間ばかり待ち合わせることにしました待っているということはずいぶん骨の折れることですこういう時に限って時計の針の動きがいつもより遅く思われますやがて4時になった時敏夫君は突然私に向かって言いました兄さん 僕これからちょっと用心があって出かけてくるからおじさんの相手をしてあげてください6時までにはきっと帰ってくる。こう言ったかと思うと敏夫君はあっけにとられた私たち2人を残してつかつかと走り出していきました退屈な時間もとうとうくれて6時になりました辺りは少し薄暗くなったかと思うと電灯がつきましたすると どおり俊雄君がニコニコして私たちの部屋に入ってきました兄さん今 P のおじさんに会ったら今夜は兄さんに大いに活動してもらわねばならぬからうんとごはんを詰め込んで力を蓄えておいてほしいと言ったよ私たちが食事を済ますと時計は7時を報じました小田刑事は数名の腕利きの刑事を先へ送って手配りをさせ 私たち三人は小田刑事と共に自動車に乗って後から出かけました大森へ着いた時は辺りがもう真っ暗でした畑中の西洋館の実験らしい部屋には七八人の男が寄り集まって化学実験のようなことをやっていました小田さんの命により敏夫君と木村さんと私の三人が木陰に立って実験室をのぞくと竹内も。 その中にいました。まもなく竹内は得意そうな顔をして例の土瓶を取り出してきて親分らしい男に渡しました親分は土瓶の蓋を取ってにおいを嗅ぎましたがたちまち色を変えて怒り顔になりました彼はその土瓶を高く振り上げたかと思うと中のお茶を竹内めがけてパッとぶっかけましたあ と言ったのは竹内ではなくて木村さんでした。その声があまりに大きかったので、中のおとこたちは一斉に私たちの方を向きました。その瞬間、年寄君は呼びこぶえを取り出してピーっと一声鳴らしました。すると実験室の電灯がさっと消えて、家屋の外も中も真っ暗闇に包まれてしまいました。 それから先、何事が起こったかは、読者諸君の想像に任せます。圧巻のうちのある者は家の中で、ある者は逃げ出したところを、激しい格闘の後、張り込みの警官たちの手で捕縛されました。私も人々の間に混じって一尾の力を振るい、一人の圧巻をねじ上げましたが、よく見るとそれは、皮肉にも竹打ちだったのです。 約30分の後総計8人の圧巻は護送自動車の中に積み込まれました小田刑事は嬉しそうな顔をして「敏夫君どうもありがとうこの中には警視庁で数年来行方を探していた機大の貴金属盗賊がいるよいずれゆっくりお礼に行く君たちはあそこの自動車で帰ってくれたまえ」 と言いながら護送自動車に乗って去りました。木村さんは白金を溶かしたお茶が流れてしまったので、あまり嬉しそうな顔はしていませんでした。やがて俊夫君は木村さんを自動車のそばに引っ張っていって。さあ、木村のおじさん。約束通り白金を取り返してあげました。と言いながら。木村さんの手に。 白く光る塊を渡しました。よ<っ>と言いながら、木村さんは掴むように受け取って。どどうしてこれが？レントゲン検査に行ったのはこれを取り返すためだったのです。ととし、お君は説明しました。あ、あしなければ竹内を連れ出すことができません。僕は岡島先生の家から一足先に帰り。 おばさんに会って朝飯を食うふりをして土瓶の中の本物をただのお茶にすり替えておいたのですそれから本物を別の瓶に移して浅草の山本実験室へ持って行って還元してもらい4時に警視庁から取りに行ったんです宣告盗賊の親分はあの土瓶にただのお茶が入っていたので竹内がすり替えたものと思って怒って投げつけたのですよ さあはやくかえっておばさんをよろこばせてあげましょう。